色です。準備をお願いします。愛知県名古屋市から初参加の八色です。演舞テーマは桜。八色桜前線が北海道まで北上してまいりました。演舞中に咲き誇る桜をお楽しみください。それでは八色です、どうぞ。はい、会場の皆さんこんにちは。愛知県名古屋市からやってまいりました北海道の八色と申します。初めてのよさこいソーラン祭り、昨日から踊らせていただいております。本当に楽しく、どの会場でも温かい手拍子をいただいて楽しく踊っております。きっとこの会場でもたくさんの手拍子をいただけるものだと信じて踊りたいと思いますので、皆さん手拍子で何ぞよろしくお願いします。名古屋のチームなんですけども、もともと高知県のよさこい鳴子踊りにまあ、ハマったというか好きだったメンバーが集まった同好会のチームになります。なので、よさこい鳴子踊りの名の通り鳴子を手に持ってますけども、踊り子が、音楽に合わせて鳴子という打楽器を演奏しながら踊るのがよさこい鳴子踊りとなっております。その鳴子の音の方も、ぜひ、楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは参ります。八色流よさこいその先、夢見花。
ました。八色は6年前に開催しまして、2023年6月から1年間限定で復活中とのことで、1年間のラストをこの札幌で見せていただきました。本当にありがとうございました。